襲い来る最百竜横モンスターすなわち百竜その大襲来すなわち夜行原因不明の災いにカムラの里存亡の危機モンスターハンターライズ。これは中級者がナイスゲーの冒険記である。はい、今日も来ましたこの戦場ということで、本日もモンスターハンターライズ実況プレイしていきたいと思います。ってことでこちらご覧ください。はい、装備の方をね、装備というか防具だね、防具の方を一新しております。はい、前回倒したアケノシルムだっけ、あの鳥カサドリのやつの防具が完成しました。まあ一つ揃ってないんですけど、まあまあまあやりたかったのはこの火属性強化っていう装備スキルを3つつけたかったんですよね。頭と腕と足に1つずつついてて、今3つついてる状態なんで、レベル3だから火属性攻撃値を 1.05 倍し、火属性攻撃値にプラス4ということで、はい、かなり上がってるんですよ。でこれで倒したいなと思っている敵がいまして、まあ、1回も戦ったことないし見たこともない敵なんですけど、こちら、はい、ということでこちらですね、丸の海カッパガエル四つ身和道一頭の下流ということで、まあ、こちら初見になるんですけど、カエルっぽいやつがね、まあ、PV では見たことあるんですよ。で多分炎効くんじゃないかなと思って、いやもしくは どっちかだよね、フルフルに炎が効くかこのカエルに炎が効くかどっちかなんで、もしかしたらフルフル倒して電気の武器作って丸のみガッパに挑むのかなっていうのがあるんですけど、まあということでうるせえってことで、カッパさんちょっと挑んでみたいな。初見だから正直何が通るか分かんないんですけど、やっていこう。おいでおいでと水の中、獲物が来たらば吐けよい、大一番しりこ玉では済まされぬ、土俵を割れば腹くの底図を、さあということでいきましょう。初挑戦ですね。勝てるかな。まあまあまあ下位のクエストなんでね、余裕で勝てるそうな気はするんですけど、まあ、火が通るのかどうかってとこだよね。あ、いた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 、よしよし、じゃあまずは恒例のフォトいきましょう。はい、こっち向いて四つ身はどうさん、まず後ろ姿、はい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 、あ、いいよいいよ、会いたかったぜ、オッケー、いただきました。そしたら一発ぶち込みますか。ちょっと待って、そこ、よーし、ぶっ飛べ、あれ、くはは、落ちちゃった、おお、ぶれ、くらえ、お、通るぞ、もしかしたらこれワンチャン、危ない、あー悪くない、火の通りは悪くないよ、 OK、やばい、本気にさせたな、よいしょ、リオド、あ、リオドしてる、一旦離れて、いやこいつは強いぞ、久しぶりの強者って感じ、はい、溜めて、相
手が悪かったな。ドン。よし。ダウン。当てて、よし。これで2回当てれるはず。ここにぶつけるか。よしよしよし。でもう一発いけるんで。打ち抜くぜ。もったいないけど。まさかの早かったな。わお。おお危ない。危なかった。な通ってない。なんか来る。なんだ？でかくなった。怒ったか。怒ったね。弾入れて。よし、行っちゃったか。さてさて、止まるかな？多分そろそろ止まる。いけ。オッケー、いいんじゃない？来るか？大丈夫。おお。ありがとうよ。ローディング。カウンター。耐えられるかな？よーし。オッケー、カウンター、ドン。いいぞいいぞいいぞ。こいつは読みやすいね。やばい。ふー油断した。ほい、オッケー、よし。ローリン。あら、もう一歩。やばい。ふう。貯めて。はい。さあ、特殊弾装填。打ちのめすぜ。オッケー。そ、あれ外した。くっそー、悲しい。でい、ダウンじゃない。危ねえ、騙された。またなんか食ったな。オッケー、大丈夫大丈夫。なんか来るか。なんだそれ。いたっす。びっくりした。なんか落としてる。一旦回復して、オッケー、はいはいはい、いや、いた。来るか、はい。あー、銀に当たっちゃった。オッケーオッケー、領土して、一旦様子見て、よしよしよし。じゃあそこ狙います。ナイス。オッケー。ドン。オッケー。はい。いや。
待てたみたいだね。あ、行っちゃった。逃がしゃしねえよ。さてと遊びましょう。顔面の通りはかなりいいけどね。あー遅い遅い。さあ特殊弾装填、そこよし、打ちのめすぜ。よいしょ。あ、でもガード決まった。いけいけいけ、あぶり。ちょっと毒でも、あー間違えた。一旦毒食らってもらうか。俺の友は最強だな。オッケー。うお、はい、そこドン。よーし、オッケー、よりー。いやー今回はかなり良かったね。だいぶ慣れてきた。さあてことでカエル倒したんで、なんか作れるか見てみましょう。さあてことで武器の方はこれですね。うっちゃりっていうやつこれが作れるっぽいですね。特殊弾が機関榴弾ってことで、今まで使ったことないガトリングのやつなんですけど、使ってみたいな。でもね、流撃弾が撃てなくなるっていうのがちょっと痛いなってのはある、まあちょっと作ってみようかな、まあマカライトの取り方が分かればの話ですかね。僕見てみよう。さてことでこちらですね。スキルは結構バラバラ。早食い、通常弾、連射や強化、特殊射撃強化。組み合わせると強いけ。ブレデター、かっこいいかっこいいね。あ、これ体験版であったやつか。はいはいはい。依存必要はない。まあ、ってことで、まあまあでしたね。なんかそんなに強いような装備でもなかった。スキルがね、結構バラバラだったんで、何かと組み合わせる系かもしれない。はい。ということで、この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ってことで、お疲れ様でした。